サッカー級編集部小松でございます。 J ビレッジ取材 Day 2を行っております。本日は7月28日 J ビレッジの再始動日となっております。式典などなども行われるんですけれども、この後こちらの J ビレッジスタジアムを使って最初のですね試合が行われます。地元の中学生と J ビレッジチームが対戦いたします。ちょっとね、気になる時としては奥に連合掲示板があるんですけれども、こちら、時計が右側にありますが、東日本大震災が起きた、時間14時46分で時計が止まっています。この時間になったら試合が始まるということで、時計がまた再び、ね、動き出すというようなことになると思います。僕らとしてもこういった活動をやはり陰ながら微力ながらではありますが発信していくことが大切だと思っております。試合もこの後しっかり見させていただこうかなと思っておりますので、皆さんもこの動画でぜひチェックしてみてください。まずはビレッジ、再始動、ということでおめでとうございます。我々、サッカーファミリーとしてもこの再始動非常に嬉しく思っています。ここ J ビレッジはサッカーを発信するところ、サッカーを高めていくところ、まあ、そういう場所だと思っています。こうやって、復興を遂げて、またサッカーでここから、盛り上がりを創出していける、発信していける、まあ、そういう日になったのが非常に嬉しいと思います。施設も見させていただきましたが、ここが本当に嘘のように素晴らしく綺麗にまた整備されてますし、ここで改めて福島の方、そして日本の、そして J ビレッジで、ここに携わった、全ての人の力を感じました。誠におめでとうございます。我々、日本代表も、ここ J ビレッジに来てまた活動する機会があると思います。その時には、多くの方に見ていただいて、そこからサッカーを発信できればというふうに思いますし、まだまだ復興でご尽力されている方、苦しんでいる方に向けて、勇気や励ましのメッセージになるように頑張っていきたいと思います。 J ビレッジは震災後は長らく原発事故対応の拠点として大きな役割を果たしてまいりましたが、この度青々と生まれ変わったグラウンドとともにホテル棟など新たな魅力を加えた新生 J ビレッジとして再始動を迎えることとなりました。グラウンドに未来を担う子どもたちの声が響き、笑顔が広がる、国内外のアスリートが集い技術を高め合う、ここ J ビレッジに再びそうした光景が戻ってまいります。多くの苦難を乗り越え再始動する新生 J ビレッジは福島県復興のシンボルであります。世界のトップレベルから小学生のチームまで幅広く愛用されてきた J ビレッジは、震災以降新たな役割を果たすことになりました。7年4ヶ月間原子力発電所事故の収束拠点という重要な役割を担い、さまざまな復興活動に携わってまいりました。 J ビレッジにご苦労様、よくやったとねぎらいの言葉をかけてやりたいと思います。 J ビレッジが福島復興のシンボルとして地域に元気をもたらし、明るい希望の架け橋となることを期待するとともに、日本サッカー界ほか関係者には J ビレッジが以前のように地域の方々に誇りと親しみを持って愛していただける存在となるよう、気持ちを新たに取り組むことを希望いたしまして、セレモニーに寄せる言葉といたします。本日は待ちに待ったJビレッジの再始動、誠におめでとうございます。今後この新生 J ビレッジがサッカーやラグビーをはじめ、子どもからお年寄りまで多くの人がスポーツに親しむ場として、またトップアスリートを育成し、日本全国の皆様に夢と希望を与える場として、さらには地域の復興を牽引する交流拠点として、震災前に比べてより
大きな役割を果たしていくことを期待しております。今回のロシアワールドカップで活躍した選手たち、そのほとんどがトレセン活動、各種大会でこの J ビレッジを訪れていました。そういう意味でもこの J ビレッジが果たした役割というものは日本サッカーにとって計り知れないものがあります。まさに2020年に向けて私たちはここをしっかりと活用していきたいというふうに思います。そしてその次のカタールにつなげたいと思います。これから皆さんのまたまだまだ応援が必要です。これからもぜひ日本サッカー界、そしてこの J ビレッジを応援してください。私たちも福島県を本当に応援してまいります。記念すべきキックインを行っていただくのは J ビレッジ SC の皆さんです。そしてボールを受け取るのは地元小学生の皆さんです。塩田修さん、諸橋蓮さん、渡辺怜央さん、佐藤亮介さん、内田健信さん、柳井雄生さん、佐藤千尋さんです。それがこの7年4ヶ月ぶりに動き始めた、しかも子どもたちのキックオフでそれが動き始めた、非常に感慨深いものがありました。大会、そして、アカデミー、これがもう戻る方向で我々進めています。人がここに集まる、子どもたちが集まってくる、
老若男女が集まってくるこういう場にならなければこの活性化にはならないというふうに思っています。もちろんそれが簡単なことだと思っていません。さまざまな施設が増え、それにかかるコストもかかっていく中でやはり我々はここは本当に継続可能な施設としてできるよう我々サポートしなければいけないと思っています。子どもたちのキックオフで、また J ビレッジの止まっていた時計が動き始める、歴史を刻むというのは非常に私にとっては感動的なところでした。私は福島県の少年少女たちがやはり代表に入るという夢を持ってやっていただきたいというふうに思っています。先般のワールドカップロシアでは福島県出身の選手はいませんでした。しかしこれからはやはりそれに出場するようなそういった夢を持ってやっていただきたいというふうに思っています。こういうところ聞いてみましたが、ありがとうございます。